EMTG ミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。アミキです。ボーカルのミックです。ギターのナオトです。あとベースのアッキーとドラムのアサケンがいて、4人でやってる埼玉県越谷市出身のロックバンドです。よろしくお願いします。雨にですね、11月13日にミニアルバムアイデンティティをリリースいたします。ありがとうございます。あのアイデンティティってすごい、まあ重たいワード、なんか自分らしさとはみたいなところだと思うんですけど、まあ、この頃すごく自分の好きな自分でいたいな、自分の好きな自分でいていいんだなって思えるようになってきたところで、なんかすごく4人揃って音楽を楽しんで心を込めて作れた、とっても大切な作品になったので、たくさんの人のところに届いたらいいなと思ってます。ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。で、僕らはそのアルバムアイデンティティを持って東名阪ワンマンツアーを開催します。まず大阪、11月29日金曜日、大阪アメリカ村ビヨンド、そして12月13日金曜日、名古屋 L サイズ、そして東京2020年、年明けで1月18日土曜日、東京渋谷クラブクアトロで3回目のワンマンライブをやらせてもらいます。ぜひめちゃくちゃいい日になると思うんで遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい。でクアトロに関しては、過去2回ワンマンライブをやってるんですけど、はい、3回目のリベンジではないですけどね、過去2回はソールドアウトにできなかったので、今回はソールドアウト目指して頑張るけども、まあ、それよりもね、いいライブを来てくれた皆さんと過ごせるように、こちらもしっかり準備をしたいと思ってますんで、絶対いい日になるんで遊びに来てください。よろしくお願いします。はい。他の情報などはホームページとかツイッターとかを見てチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、はい、EMTG ミュージック恒例マイ検索ワードのコーナーでございます。前にもやったんですけど、前私はサボテン花言葉っていうのと、あくびの止め方を調べてみたみたいですね。直子さんは何ですか、これ、はい、僕前花粉症点鼻薬だったらしいです。なるほど、花粉症の季節だったんですかね。そうですね。私はちょっとあんまり面白くないんですけど、うん、あ、これじゃない、なんだっけ、自由が丘ラーメンって調べてました。昨日ミュージックビデオの撮影があったんですけど、で帰りにヘアメイクさんと一緒にラーメン食べようっつって調べてました。で結局つけ麺を食べて帰りました。以上です。はい。僕は紫 T シャツ XL で調べたんですけど、最近なんか紫にハマってるみたいで、誰もが周知の緑キャラだったんですけど、髪の毛もね、紫にハマってるらしく、次のだからワンマンツアーからはメンバーね、T シャツの色被るとちょっと険悪になる。あ、そうですね。紫だったら被らないということで、次から紫で現れようと思います。よろしくお願いします。こんな私たちですけど、はい、すごい、もう本当になんか一つの音楽作品として、とにかく聴いてほしいし、自分でもずっと聴いていきたいなって思える作品ができたので、ぜひアメリアイデンティティチェックしてライブにも遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。以上、アメリでした。